はい、ルルカです。今回はね、現在も楽天モバイルで1円でゲットすることができるこちら、楽天ハンド 5G なんですけど、このね、楽天ハンド 5G、なんかね、マイクがね、あまり良くないっていう話をよく聞きます。まあ、個人的にはね、そのままのマイクでもそこまでね、悪くないかなとか思っているんですけれど、まあ、安いスマホっていうところもありますので、まあ、マイクが弱いっていうところはあると思います。まあ、なんですけど、マイクがね、あまり良くないからって、録音だったりとか、録画使えないとちょっとね、もったいないなと思う部分があります。なので、今回はこちら、マオノさんの DM30 っていうコンデンサー マイクって呼ばれるるものがあるんですけどこちらに関してもうね線をつないであるんですけれど t y p e C のコンセントであればなんとね楽天ハンド 5G と t y p e C t y p e C でつなぐだけで利用することができて、まあ、元々のね楽天ハンド 5G のマイクではちょっとね音が悪い部分があるかもしれないんですけどこういうねちゃんとしたコンデンサーマイク利用することによって音をね改善することができるのであれば、まあ、楽天ハンド、ね、5G の使い道も広がりますしまあ、それこそね t y p e C でつながるものであればある程度ね安いスマホマイクがねあまり良くないものに関しても このね、マイクを1個用意することによって端末を変えたとしても結構ね、使い勝手上がるんじゃないかなと思うので、まあ、今回はね、Type-C がついている Android で、このね、コンデンサーマイク、MAO の DM30、まあ、こちらをね、利用してどれぐらいね、音が変わるのか、まあ、この辺をね、検証していこうかなと思います。今回ね、こちらのマイクに関しては提供でいただいたものになっていますんで、概要欄下のところにね、Amazon のリンクも貼っときますんで、よかったらそちらのも見てみてください。で、ちなみにね、こちらのマイクなんですけど、だいたいね、8000円ぐらいで購入することができるマイクになっています。楽天ハンド 5G が1円。はい、こちらの ママイイククが8000円超高級マイクになっています実際に、ね、楽天ハンド 5G、まあ、タイプ C の、ね、端末をつなぐことによってつなぐだけで利用することができるのか、まあ、その後に関しては実際に、ね、こちらの音声楽天ハンド 5G で録音した場合に関してどんな感じの音になるのかそちらのを、ね、試していこうかなと思いますではねタイプ C 繋いでいこうと思いますご覧くださいはいなんということでしょう までではいいいかかななもしれないんですけど t y p e C 繋いだ途端にちゃんとね、電源の入る形になってます。要はね、給電できてるってい形になってます。ということでね、t y p e C、t y p e C で繋ぐだけでこちらのね、マイク使うことができる状態になったので、次はこのマイクで、まあ実際にね、どんな感じの音で撮影することができるのか、まあその辺をね、見ていこうかなと思います。もちろん比較になっていますので、マイクと繋いだ状態での撮影、プラスね、表示のね、マイクでも撮影のはしていこうと思います。では手元にちょうどね、カルディの レモネーードベースこちらのがありましたのでこちらの解説をこのね楽天ハンド 5G で撮影していこうかなと思いますでカメラを立ち上げると、まあ、楽天ハンド、ね、5G での撮影風景お見せしたことがないと思うんですけれどどうでしょうかねまあ1円単発にしてはかなりねいい感じの映像にはなってるんじゃないかなと思う意外とね画質も悪くないんですよねこれで1円でゲットすることができるんだったら撮影用のねスマホとして買ってもいいんじゃないかなと思うんですけれどやはりねちょっとマイクが良くないっていうことで最低限音質はね大事になってきますんで、まあ、このね t y p e C で繋いだ マウノさんのマイク使うことによってねどれぐらい変わるのかやっていこうかなと思うんですけど、まあ、相変わらず光っているんですけど口元に持ってきますね。でちょっとね近づけますねはい今ね持ち上げたんですけれどこちらのねマイク、まあ、結構ね重ためになっています、まあ、ルルカのね使ってるマイク何個かあるんですけれどルルカが使ってるマイクよりも重たい重たいマイクイコールね E マイクらしいっていう噂はあるんですけどまあ実際ねそんなに詳しくはないんで分かんないんですけど、まあ、結構ね重ためのマイクになっていますではではなんですけどどのくらい離れてるかな ま、口元から多分30センチ離れてるか離れてないかぐらいの状態で、まあ、録音のをね試していこうかなと思いますはい録音の方が始まりましたこちらカルディさんが出しているシチリア産のレモネードベースまあねまだ飲んでいないんですけれどなんかね店員さん曰くうまいらしいので楽しみにしている一品になっています、まあ、かなりね短めになってるんですけれど、まあ、とりあえず録音をしてみましたでは続いて、まあ、同じ位置にするために同じ位置にするために マイクの、ね、あった位置ぐらいまで持ってきましたカメラの方ちょっとねカメラ外れてしまってるんですけど撮影していこうと思いますごめんなさいねカメラ映ってなくてはいこちらねカルディさんのシチリア産レモネードベースになっています まだ飲んでいないんですけどこれからね暑くなってくるのでこれを飲むのを楽しみにしていますはいということで簡単に撮影のを済ませてみましたまだね音のを確認していないんでどんな感じかはわからないんですけどさすがにこのね楽天ハンド 5G で音を再生させたところでかなり音の方がわかりにくいんじゃないかなと思いますのでパソコンの方に移して実際にねどんな感じの音が出るのか確認してみようかなと思いますなのでまあ実際にはね音を聞いていないんでどれくらい差が出るかまあ、非常に楽しみなところになっていますんでまあ、ここからちょっとパソコンに移ってお話しさせていただこうと思いますジャンプ、はいなんとか 先ほど楽天ハンド 5G で撮影した録画データの方をね、MacBook Pro に移すことができました。考えてみたらね、Android のデータっていうのを MacBook Pro に移動させたことがなかったんで、結構苦戦のをしたんですけど、これでね、MacBook Pro の画面録画を使ってね、まあ、実際にどんな音か確認することができますので、まあ、その辺ね、試していこうかなと思います。まあ、ちなみに、ここからに関しては、先ほど撮影で使ったマオノさんの DM30、まあ、こちらのね、マイクを使って解説のしていこうかなと思います。ではまずは楽天ハンド 5G の純正のマイクのバージョンのね、録画 に関して見ててて見いいいいこうと思いますんで聞いてみてくださいはい、こちらね、カルディさんのシチリア産レモネードベースになっています。まだ飲んでいないんですけど、これからね、熱くなってくるので、これを飲むのを楽しみにしています。 はい、いかがだったでしょうか。まあ、とりあえずね、純正のマイクということで、楽天ハンド 5G が、そもそもがね、1円でゲットすることができる端末。プラスね、マイクの評判が非常に悪かったので、もっと悪い音になるのかなと思ったんですけれど、まあ、純正のマイクでもね、意外と悪くない音じゃないかなと思います。もちろんね、この辺に関しては、好みってものがあったりとかするので、まあ、納得ができないという方もいるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずね、1円端末の割にはね、結構ね、音のしっかり取れてたんじゃないかなと思います。では、続いてなんですけれど、今回提供でいただいた、マオのさんの DM30。こちらの マイクで撮影したバージョンのの動画のを見てみてみくださいはい、録音のが始まりました。こちら、カルディさんが出している、シチリア産のレモネードベース。まあね、まだ飲んでいないんですけれど、なんかね、店員さん曰くうまいらしいので、楽しみにしている一品になっています。 はい、いかがだったでしょうかまあ、先ほどね、最初の楽天ハンド 5G、純正のマイクでも悪くないかなと思ったんですけれど、なんかね、楽天ハンド 5G の純正のマイクの方に関しては、ただただね、とりあえずね、全体の音を拾うみたいな感じが強いんですけど、このね、マオノさんの DM30 に関しては、単一指向性ということで、まあ、全体から音を取るというよりも、マイクに向かって喋ることによって音を拾うという形になっているので、まあ、その辺でこちらのね、マイクの方が、なんかね、リアルな感じの音で聞こえるっていう感じじゃないかなと思います。まあ、この辺に関しては人それぞれね、感覚も あっっったたりととかかかかかすると思うううののででままあ、どうなのかなってう部分かもししれませんがいかがいだったでしょうか、まあ、楽天ハンド 5G でしか今回試していないんですけど多分ね楽天ハンド 5G よりもっとねマイクが弱いものだったりとか撮環境によってはマイクを使った方がかなりの音が良くなるパターンもあるんじゃないかなと思いますまあ、それこそなんですけど安いスマートフォン購入した場合とかに関してはやっぱね性能が悪いっていうことで YouTube だったりとか Podcast だったりとかまあ、そういうのをね撮影するのなんか無理なんじゃないかなと思ってる方もいるんじゃないかなと思います別にねそのままの状態で撮影してもらうのも問題ないと思います し1つねタイプ C でつながるマイクとか用意しておくことによって一段階、ね、ちょっといい感じの音でいろんな撮影とかをすることもできると思いますんで、まあ、こういうね簡単に1本でつながるマイク1個用意しておくのもありなんじゃないかなと思います、まあ、ちなみになんですけどこちらの、ね、マイクに関してはちょっと前にゲーム配信でも使わせてもらいましたゲーム配信、ね、ルールかプレイステーション4でやってるんですけどプレイステーション4の場合に関してはタイプ C タイプ C ではなくてタイプ C と普通の、ね、USB でつなぐことによって刺すだけでね利用することができて、まあ、結構ね音質もいいんじゃないかなという感じで使うことができ 来ましたので今後もねまタイプ C 製品ってどんどん増えていってそれこそね iPhone とかに関しても今後タイプ C が導入されるって話が出ていますんで、まあ、何でも使えるものとしてねこれから先ね長い目で使えるアイテムとしてマイク一つね購入してみるのもありなんじゃないかなと思います現時点ではねこちらのマイク8000円ぐらいでね購入することができるマイクになっているんですけれど7月11日からね Amazon プライムデーが始まってその時にね多分ね多少安く購入することができるんじゃないかなと思うのでマイク欲しいなと思っている方に関しては参考にしていただけたらなと思います、まあ、概要欄下のとこ ここにこちらのマイクのリンク貼っときますんで興味がある方ぜひぜひ見てみてください。今後もいろんな動画を上げていきますんでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。